でしょ。歯に挟んで残す人もいるんだぞ。ずるい。給食嫌い。意見の意見の話だけを聞いてください。びっくりしたなあ。もうあの晩姉さんたちと別れてベッドに入ってからだった。5年生の時のこんな思い出ともつかぬものが突然私の胸に次々と蘇ってきたのは、飼っていたゴンという犬のこと、運動会のこと、梅津和夫の漫画に怯えたこと、電気鉛筆削りに憧れたこと、こうしたほんの些細なことまでがありありと思い出され、それはまるで映画のように私の頭を占領し、現実の私を圧倒してしまった。岡島さんって人いますか？あの人よ。見せろよ。やだよ。ひろたくんが5組の岡島さんのこと好きなんですって。行こう。ひろに伝えてあげたよって言おうか。急いで早く。ほらね。やっぱり。ね、どこどこどこ。あそこよ。あ、ほんとだ。ね。ひろたくんってどんな人？知らない。私も。太鼓ちゃん、本当に知らないの？知らない。全然。ひろたくんってどの人ですか？あ、5組の子だ。ひろ、呼んでるわよ。はい、僕です。スケベ横丁に変なこと書かないでください。え、岡島さんがそう言ってました。俺、何も書いてない。あら、ヒロ、5組の岡島って子が好きだって言ってたじゃない。そうだよ、そうだ。だから書いてあげたのに。え？好きなんだけど、離れて。